佐賀駅は山形県佐賀市本町一丁目にある東日本旅客鉄道アテラザー線の駅である。1921年に左沢警弁線が宇前長崎駅から一駅だけ伸びたのと同時に開業した。当時は左沢警弁線の終着駅で、その状態は翌1922年に左沢警弁線が左沢駅まで延伸するまで続いた。 2002年に南佐賀江方におよそ100メートル移動し、現在に至っている。佐賀江は、あてら沢線沿線で山形を除けば、随一の市であり、当駅はかつてよりあてら沢線の中心としての役割を担っていた。島式ホーム一面二線を持つ地上駅で、京上駅舎を有する。現在の駅舎は2002年の移転工事で新しく建てられたものである。 ホームから階段を上がると改札口、出札口、待合所の集められた場所があり、そこから南西と北東に出えられるようになっている。南西側が古戦橋の出口のみなのに対し、北東側は駅前広場が大変広く作られている。南西側の駅前には桜ん坊のモニュメントがある。かつての駅舎は木造平屋の素朴なもので、コンビニ、ニューデイズが入っていた。 直営駅で緑の窓口があり、自動券売機が設置されている。また、ビュー旅センターもあったが廃止となった。あてらざ線を統括する管理駅で北山形駅を除く、あてらざ線全駅を管理下に置く。あてらざ線営業所が当駅構内に所在する。車両留置用の側線を、 多数持ち、研修庫も設置されており、あてら沢線の車両や乗務員は当駅を拠点に運用される。当駅で列車の増解決が行われるほか、夜間対白運用がある。JR 東日本によると、2019年度の1日平均乗車人員は875人で、ある利用客数1。近年の推移は以下の通りである。 駅北側ロータリー桜んぼのモニュメントあたり駅を中心として、佐賀江の市街が北東南西にかけて広がっている。佐賀江バスターミナル2020年3月までは、佐賀江バスターミナルだったが、2020年4月1日より、佐賀江駅前に名称変更となった。佐賀江駅周辺区画整備事業前は、旧バスターミナルは、旧佐賀江駅舎から徒歩でおよそ2分の場所にあり、 かつては、山形方面直通バスは、佐賀江バスターミナルで運転手が交代する航路もあった。区画整備事業後は、佐賀江駅直近の現在地に移転した。またバスロケーションシステムは、待合所に設置されている。東日本旅客鉄道宛田沢線南佐賀江駅、佐賀江駅西佐賀江駅駐車区、編集出展、編集。ありがとうございます。